ホークアイ後半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 4-8 ホークアイサーダウンウェイト、ボールオン相手陣45ヤード。クォーターバックにはモーションをしたスロットバック5番へのラテラルパス、後方へのパス、そこから5番がパスを投じようとしましたが、これを大阪ガスはアジャストし、むしろロスしております。